次。鮭だな、こいつは。あー、来たー！すっぽんだ。今ので喉痛くなった。すっぽん釣り上げた。月とすっぽん。亀レアでしょ、絶対。いい、壊れていい、全然。売りに行こう。いや、え、どうしよう。博物館に展示だな。査定して博物館に展示しよう。さあ、レアでしょ、これは。5000円以下だったら許さんよ。5000円以下だったら食べよう、こいつを。どうぞ、すっぽんでございます。すっぽんですね。それなら、3750ベル。バラバラにして食べよう。マミキチ、君も誘ってあげるよ。この4人でパーティーをしよう。てか、フータなんか詳しそう。食べ方とか教えてくれそう。ちょっとすっぽん単体で、あ、ムカデの査定してない、後でします。ほほー、これはどこからどう見てもすっぽんですね。なんだその煽り方は。僕カメって言っちゃったんだけど。よろしければすっぽんについてちょっと解説いたしましょうか。はい、食べ方を教えてください。茹でなきゃダメなんですか、それとも生でそのまま食べれるんですか。すっぽんは噛む力がとっても強い。亀の中、じゃあ亀だよね。亀って認識で合ってるよね。どっからどう見てもすっぽんって言いつつ亀って言っても間違いではないよね。食いついたら離さないと言われてますか。しばらくじっとしていれば噛むのをやめてくれるそうです。じゃあちょっと噛まれてみてよ、そのまま。そのちょっとピョーンって頭から飛び跳ねてる、なんて言うんだろう、触覚みたいなやつ噛んでみてよ。噛ませてみてよ。思いっきり噛まれているのにじっと我慢できたの話ですが、それ誰かさ、この流れで言うと誰か噛まれなきゃいけないみたいな感じになるじゃん。お前噛まれろよ。てか、なんだその、ふって、あの犬がハーハー言ってる感じのやつは。凶暴なイメージとは裏腹に結構ひょうきんな顔をし、細かく煽っていくな、ひょうきんな顔をして。何か憎めないんですけどね。と、まあ、こんな感じでございます。はい。なんか、このすっぽんを食べるのか、フータが食べられるのか、どっちかしかないような流れになってるんだけど、君は食べられてくれるのかい？では、お預かりしたものは展示室に飾らせていただきます。ありがとうございました。パクられた！他に？ちょっと待ってよ。どうしよう。ムカデは査定してからにしよう。ちょっと先に値段見てきます、ムカデの。ムカデの、査定。はい。いけるか？あのさ、もうちょっと高くていいんじゃない？普通のムカデじゃないんだよ。僕が素手で取ったムカデなんだよ。なんなら背中にサインでも書こうか？そしたらレアリティ上がるんじゃない？捨てよ、こいつは。寄贈もしません。そのまま捨てます、どこかに。